松村塾のカズです今日はですね地元でない自治体を志望する際に面接官に確実に納得していただくための志望理由を作るコツについて教えていこうかなと思います今日のテーマとても奥が深くてですね単純にこの方法で志望理由作れば完璧ですよと言えるわけではなくてあなたの個人的な事情であったりね 周りりを取り巻く状況これも考慮した上できちんと理由作っていかないと面接官は納得してくれないんですよなぜかというと面接官の方々はもちろんあなたを採用する以上生涯長く勤めてほしいと思ってるわけなんですよね。 ですけどその、あなたがどれだけその志望自治体に魅力感じてて働きたいという熱意を伝えていても例えば、えー、個人的な事情で離れられないような、まあ、そういった事情ですね、例えば親の介護だったり、結婚していてすでに初体を持っているとか,かこういった事情があったりすると、より面接官の方々は慎重にあなたは本当にうちの自治体に移り住んで、えー、働くことができるのかっていうところを判断しなきゃいけなかったりするんですよ。 でこういった視点をその見落としてしまって単純にこの方法で死亡理由作れば相手に対して納得できる理由が作れるから大丈夫なんだとかそう過信しちゃって挑んだ結果撃沈してしまうっていうパターンがよくあったりするのでえ今日の動画はですね新卒の方そして社会人の方皆さんに対してですね、えー、その事細かくね相手に納得していただけるような攻略法を解説していきますのでよろしくお願いします まずですね、えー、その地方自治体受ける際にあの地元でない自治体でもその自治体によってね、えー、実は相手が納得してくれる難易度っていうのは異なっていて例えばですよ、あの中京圏を事例に例えると名古屋市、名古屋市って代表的な大都市になりますよね。 でこういったところだとそのあなたが少しこう遠方に暮らしていたりとかしてもあえてその名古屋市を志望した理由それに関してはやっぱり名古屋市は名古屋市だからこそ中京圏をけん引する大都市として官民連携でさまざまな先進的事業を行っていけるそういった魅力もあったりします。 で、こういった名古屋市ならではの魅力だったり、あなた自身が名古屋市に訪れて、この地域に対して尽力したいと思える熱意が感じられる理由などをしっかりと固めていただけると、あのー、あまり死亡理由はね、深掘りされなかったりするんですよ。ですけど、名古屋市ではなくて、例えば名古屋市に近いベッドタウンの一つとして位置づけられている一宮市ですね、ここをあえてあなたが遠方に住んでいて受けた場合はですね、 なんであえてうちの自治体なのかっていうところをものすごくあの追求してくるわけなんですよ。で、ここで実際にその一宮市を訪れた時にこういったところが魅力に感じましたと。そういった理由を伝えただけでも、でもその魅力って正直他の自治体でも言えることじゃないですか。あなたが魅力を感じたイベントって他の自治体でもやってることじゃないんですか。 他ににもうちじゃないといけないいいとけ理由っってて本当に何かあるのこうやって追求された時に相手に生涯他の自治体じゃなくて一宮市さんに泣いていただけたら確実に私はもうその地域にあの尽力していきますと遠方に住んでる方はもう移り住んであのちゃんとその一宮市に貢献していきますってい思いを伝えなきゃいけないんです でまあ、まずその相手に納得していただけるように地元でない自治体を志望理由作るコツとして、まあ、何よりも一番強いのは他の動画でも解説している通り実体験になりますね、まあ、例えば過去にあの新潟県にあの暮らしていて埼玉県内のとある中小規模の自治体を受けた方もいたんですけどその子はですね移住定住ツアーに参加したりとかあとはその自治体の、えー、ウォーキングイベントに参加したりして 実際に地域の方とも関わってきたそして、えー、地域の魅力も地域の方々から情報をいただいて実際に知ることができたとでこういったあの魅力があるでそれにプラスして一方で地域の方からこういった課題があってあの今市があの持っているこういった魅力をその維持していくことにものすごく苦労しているんだとかこういった課題を聞いた際にやっぱり自分はこの A 市に 地元でないけど、生涯貢献していきたい。そう強く感じたことから死亡しましたとか。まあ、こういった理由を作ることができれば、面接官は納得していただいてですね。で、その新潟県出身のその学生さんは、埼玉県内のとある中小規模の自治体に泣いていただくことができたわけなんですよね。ですけど、ここで、例えばあなたが社会人で、しかも初体持ちの場合だったら、 家族のの理解は本当に得られているのか特にお子様がいる場合は天候とかそういったことに伴うストレスとかもあるけれど大丈夫かとか本当に奥さんは納得しているのかあとはそのご家族に自分を抱えている方がいたりとかする場合は 本当にうちの地域に移住することってできるんですかあの、例えばあなたが新潟県に住んでいて母親がその持病を持っていて介護しなきゃいけないとかそういう事情があったら先ほどの新卒の方が作った死亡理由だけでは面接官納得しないんですよ。本当にうちに移住することできるのってむしろあなたはわざわざ埼玉県に来なくても新潟県の地元から 通える自治体行った方がいいんじゃないんですかってこうやって追求されちゃうわけなんですよね。 でそうなったときに、面接官の方にしっかりとその納得していただける理由を説明しなきゃいけない、あの家族全員の同意も得られていて、実はその埼玉県にもその母方の,あの実家があって、そういったゆかりもあって、母親もまあ埼玉県に移住した方が暮らしやすいという意向があって、あの埼玉県を中心に就職活動している事情があったりするんですよとか、まあ、何か面接官に納得していただけるしっかりとした理由っていうのを説明しなきゃいけないという いう事情があったりするんです。ここがね、その先ほど説明した新卒の方のね、あの定番の攻略方法だけでは通用しないところがあったりするんです。特に社会人の方、特にその家族の事情を考慮しなきゃいけない方は、こういったその自分の、えー、周りを取り巻く状況なども考慮した上で、面接官の方に。 面接官が安心していただける理由をしっかりと固めた上で面接に挑むということが大事だったりするわけですね。はい、で、えー、あとはねやっぱこう自治体によっては例えば今私その定番の攻略方法を解説したんですけれど、まあ、この方法をそのまま実践してすぐに納得してくれるところもあれば。 やっぱりそうではなくてね、本当にうちの自治体貢献してくれるのか、施策に魅力を感じた、地域に魅力を感じた、それだけじゃなくて、実際に地域の方々と関わったりして、本当に生涯貢献したいっていう熱意が感じられるものであるのか、徹底的にそこを追求してくる自治体はあったりするわけなんですよ。あの、簡単な事例としては、 例えば関関西だったりあと関東ですねあのその辺の自治体っていろいろとベッドタウンがあったりするんですけれどこういったその大都市圏に分類される自治体っていうのは自分の地域に住んでる方でなくても近隣の方でも採用していこうっていうそういった意向は強く持っておりまして本当のその自治体の市民の方と直接関わって魅力に感じた経験であったりとか そのの自治体ならではの魅力を感じた施策方針こういったところを話すことによって、まあ、これまでその豊中市だったり箕面市とかあと大東市とかあの東大阪、まあ、こういった関西だったらそういった自治体にも合格あのいただいたりすることがあったりしたんですけれど まあ一方でね例えばあの首都圏だと意外と湘南地区辺りの自治体ってそのなんか遠方の住んでる方に対して結構厳しいあの対応を取るところがあったりもしてですねやっぱりその地域に実際に移り住んで生涯尽くしたいとそう言えるような強い実体験の理由を作らなきゃ納得してもらえないなっていう自治体もあったりします。 このように自治体によってですね、えー、納得していただける基準というものが大きく異なりますので本当にこれだけでいいのか満足することなくあの面接までの時間がある中でですねその自治体でないといけない理由あの自分の定番質問を定番質問に対する回答を固めるだけじゃなくて深掘りされた際にはさらにこういった理由も答えて相手に納得していただけるようにちゃんとあの理論武装した上で挑んでいこうと。 ちゃんとその準備した上で挑んでいこうという、そういった心構えをちゃんと持っておくっていうのが大事です。今日の講義は以上となります。ありがとうございました。